蘭育次郎雪の山小屋事件吹雪の山豊かな銀のスロープ見渡す限りの山々をすっぽりと包んだ柔らかい雪の上に暖かい太陽がさんさんと照り輝いて物静かな冬の山の景色でした。 学校が冬休みになってから間もなく私は照夫君と二人でスキーを肩に冬の山へ出かけたのでした山間の駅に汽車を捨てるともうそこは見渡す限りの雪雪雪その正常な豊かな雪を見ると夕べの大混雑のスキー列車で寝不足だったのも途端に忘れてしまって 元気が体中にみなぎってくるのを覚えました。私たちはすぐスキーをつけて滑り出したのです。なにしろ久しぶりのことだったし、雪も粉雪のさらさらしたものだったので、その滑り心地は文字通り快適そのものでした。真っ白な。雪の中に2畳の線を引いてスロープをゆく気持ち。スピードが加わるにつれて。 冷たい山の空気が耳元でチーンとなってくる前かがみになった私たちの目の前には限りもない白い大地が矢のように過ぎ去っていく私たちは夢中になって滑り続けていました照く君も思ったよりしっかりした腕前です障害物があるたびに見事なターンでかわしていくゆうべはスキー列車で 寝疲れないままにスキーの講釈をして聞かせた私だったのですがその私がついていくのにひと苦労しなければならなかったくらい私の自慢話を黙ってニコニコしながら聞いていた照夫君も人が悪いではありませんかそうして午前中を滑り続けたあげくそろそろお昼にしようか。 スーッと止まった照夫君の額にもさすがに汗が光っていましたもちろん私はびっしょりの汗でおなかもペコペコでした早速雪の上にリュックサックを広げると用意してきた弁当を食べ始めましたようかんもあったああいう運動をしたあとではことに甘いものがおいしかった こんなに食べられるかなと思っていたくらいなのがスルす,するとわけもなくおなかにはいってしまうのですああ、おいしかったこういうところで食べるのはとくべつおいしいねまったくさこんなにたくさんはいらないだろうと思っていたのにもっとあってもよかったねは、<laughs> ずいぶんおなかがへるもんだねおや 照夫君がスキー手袋の手でさした方を見るとなるほど北方の雪山の上には闇のように黒ずんだ濃密な雲が湧き上がってそれがどんどん広がり始めているところでしたなるほどすごい雲が出てきたね風も出てきたようだよ気がついてみると、 うららかだった日の光もなんとなく薄れてきたように思われ時り一陣の冷たい風が雪肌の上を矢のように過ぎるのですままごごしていいるるときになるぞ。うん、急いで引き上げよう。私たちは冬の山の吹雪の恐ろしさをよく知っていましたそれを見くびっていたりまごまごしていたりすると えらいことになってしまうのですすぐに広げてあったリュックサックを片づけスキーの金具を締め直すとスピードを上げて滑り出しました知らず知らずのうちに随分遠くまで来てしまっていたらしく進んでも進んでも山小屋の姿はなかなか見当たりません風はいよいよ激しくなってきましたついに、 雪も降り始めました。降り始めたと思うとすぐにものすごい吹雪になってしまっていたのです。あたりは昼を過ぎたばかりとは思えぬくらいの暗淡た,たる暗さに閉じ込められてしまったのでした。しかし幸い気がついたのが早かったのと思いきりスピードが出せるほどにスキーができたのとで本物の大吹きになってしまった頃に。 やっと山小屋の姿を降りしきる粉雪の中に見つけることができたのでした私たちはほっとしましたそして降り積もった雪を払っていろりの火にあたるとやっと生き返ったような気持ちになりました見回すと五六人の人が避難していましたどうもえらいことになりましたなあ とても日は出られそうはないや。山小屋のガラス張りの窓から振りしきる吹雪を見ていた男が肩をすくめながらそうつぶやいていました殺人事件しかし変わりやすい山の天候で翌日になってみるとあのものすごかった吹雪も 夜半にやんでしまっていたらしく太陽が新しく降り積もった雪の上にキラキラと目もまばゆく照りつけていました雪の降りやんだあとの晴れた空の色は透き通るような青でしたまるでうそみたいに晴れてしまったね照子くんと私とは顔を見合わせて笑ったのでしたが その平和だった山の雰囲気が次の瞬間には大混乱に陥れられてしまったのでしたこの静かな雪の山の中に殺人事件が突発したのですそれはこの山小屋から1 0 0メートルばかり離れたところに東京の大金持ちの富山という人の山小屋があったのですが今朝になってみるとその富山氏が 自分の山小屋の中で殺されているのが発見されたのです死因はズボンのバンドで首を絞めたものらしくぐったりとなった富山氏の傍らにバンドが蛇のように長々と落ちていましたそのバンドは富山氏自身のものでしたルオ君と私とはすぐ見に行きました君は、 もう少しも口をききませんでした。そして鋭い目で富山氏の死体やその山小屋の様子、外の様子などを調べていました。その山小屋には富山氏がたった一人でいたのでした。そしていつもの習慣で朝になってからこちらの山小屋の主人が朝飯の支度ができたことを知らせにいって発見したのです。犯人は。 夜のうちに富山市の山小屋に忍び込むとこの犯行をして逃げていったものらしいしかしそうするといかにも不思議なのはこの山小屋の周りには全然人の足跡がないことでしたたった一つこちらの主人の足跡はあったがそれはけさ知らせに行ったときにつけたものでしたそうかといって、 その山小屋に犯人の隠れている様子もありません。そして、広くもない山小屋は念入りに調べられましたが、何の変わった様子もないのです。では、あの大吹雪の最中に犯人が逃げ出したのでしょうか。しかしそれは考えられないことでした。 この山小屋からは一番近い他の山小屋までも10キロぐらいはあるのですからその間をあのすれ違う人の顔もはっきり見えないような猛烈な吹雪の中に果たして無事に行き着くことができるでしょうかそれはほとんど不可能なことだと言ってよいのですと言って犯人が出たのならばこの新しく降り積もった雪の中に 足跡をつけずに出られるはずがないのです。昨日この山小屋に着いたのは私とテルオ君とが最後でした。それ以後は一人も増えもしなければ、また今朝になってこの騒ぎが発見されてしまったので一人も減ってはいないのです。犯人は山小屋に隠れていない、吹雪の中に出て行ったのでもない。 出て行ったとすれば、今頃は小声じんでしまっているはずなのです。吹雪が止んでから出て行ったに違いない。とすれば足跡の1つもないわけは？ただ1つ。犯人は私たちの止まった。この山小屋にいて、夜中の吹雪の止んだ。隙を見て、富山市の山小屋に行って恐ろしい。犯行をした。 そしてまたこの山小屋に帰って何食わぬ顔をしているのだ、ということは考えられました。だがしかし、この山小屋と富山市の山小屋との間には、淡々として柔らかな雪の積もった100メートルの距離があるのです。人間に鳥のように自由に空を飛ぶ翼がない限り、 足跡一つつけないで、百メートルの距離を行くことが。できるでしょうか。疑問の杖。事件が発見されると同時に。山小屋の若い者が。はるか下の町まで知らせに下っていきました。しかし、警察からの人はなかなか上がってきませんでした。この山小屋は。 思ったよりも不便な山の中にあるのでした。スキーの人々はこの山小屋に居合わせたのが不運で、今さらこの上天気だというのに帰ることもできませんでした。とにかく警察からの人が来て一様の調べが済まぬうちは帰らぬように、山小屋の主人から申し渡されてしまったのです。仕方なしに人々は囲炉の火を囲んで、この不思議な事件のことを、 ボそボそと小声で話し合っているきりでした。しかしテルオくんだけは、さっきから休む暇もないように雪だらけになって、二つの山小屋の間を行ったり来たりして何かしら調べまわっているようでした。何か手がかりをつかんだのかもしれません。雪だらけになったテルオくんの目は生き生きと輝いていました。 私はそばに近寄ると照夫君なんか手がかりがあったかいうん照夫君は小さくうなずいてどうやら分かってきたようだほしかし足跡がないのだから困ったね犯人は煙のように消えてしまったのかなまさか 人間が煙のように消えるなんて考えられないよ。どんな手品でも種があるんだ。種のない手品なんてないよ。そうだろ。だから犯人のやった手品の種を見つけるのが僕たちの仕事さ。しかし、この柔らかい。雪に1つも足跡を残さないというのは相当。うまい手品しだね。 手品もうまくなればなるほど種が分かりにくいのと同じだこの犯人はなかなかうまいぜうんしかし僕はねあの富山氏の山小屋を調べて一つだけとても面白いことを見つけたんだそれをこっちの山小屋で調べてみれば犯人のやった手品の心当たりがつくと思うんだよおお、なんだいそれは。テルォ君は 大事なところでにっこり笑ったきりでした。そして小声で。一緒に来てみてください。そう言ったかと思うと、先になって山小屋の脇のスキー道具のいっぱい置いてあるところに行きました。私は一体何が始まるのかと見ています。と、輝夫君は熱心にスキー道具をかき分けて調べていましたが。 やがていかにもうれしそうな笑顔で私の方を振り向いて「どうですこれを見てください」突き出したのは一組のスキー杖でした「スキー杖じゃないか」私が飲み込めない顔をすると「そうですよ確かにスキー杖ですよだがこの名前を見てください」くんが 言いながら示したところを見ますと、そのスキー杖のもとの方にはちょっと竹を削って富山という名前が黒い墨ではっきりと書かれてあるのですあ富山市の向こうの山小屋で殺されてしまっている富山市のスキー杖がなぜここに来ているのでしょうか私はひょっとしてそのスキー杖を見つめました。 驚いている私の顔を見ながら照く君がゆっくりと話し出しました僕が向こうの富山市の山小屋を調べてみるとね富山市のスキーはあるのだがスキー杖だけが見えないのに気がついたスキーだけがあってスキー杖がないなんていかにもおかしい話じゃないかそれで僕はすっかりわかったんだ ジナの種照男君はまた続けて「スキー杖だけがこの山小屋に一人で来るわけがない」とすると「なぜ誰が富山市のスキー杖だけを持ってきたのだろうか?」ということが疑問になってくる「おまったくだ」私もうなずいて体を乗り出しましたそれは犯人が 手品の種に使ったのだとは考えられないだろうかえ思わず聞き返しました手品の種だってこのスキーズが？はうんそうだよてるオくんはにっこりしてまったく手品のような事件なのだよ犯人は雪に足跡を残さないようにとても素晴らしいことを考え出したんだ それはこのスキー杖を使ってまるで竹馬に乗るような格好をしてぐるっと遠回りをしながら木の多いところを寄ってこの山小屋に帰ってきたんだよもちろん犯人はこの山小屋に泊まっているそれとなく富山市の山小屋の様子を伺っていたんだそして吹雪の夜中を選んでうまうまと忍び込み首を絞めてしまったから さて外に出ようとするといつの間にか吹雪はぴったりとやんでいるそれで考えた末そばにあった富山市のスキー杖を使って足跡を残さないように帰ってきたわけだったのさ調べてみると富山市の山小屋のそばからボツ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 と小さい穴が雪に残っているそれでこれは怪しいなと気づいたし続いて スキー場がなくなっていることからすぐ分かったのだよ手品というものは種を聞いてしまうと割に簡単なものばかりだからねそのテルオ君の言葉が終わるか終わらないかのうちに「ここいつ!と」とうめくような声を上げるといつの間に後ろに忍び寄っていたのか突然一人の男が 悲聴のように照男くんめがけて飛びかかってきましたそして照男くんが持ったスキー場をもぎ取ろうとしているではありませんか「おっ!」と思った私はしかし次の瞬間には後ろからその男の洋服の襟をつかんでぐいとばかりに引き戻すとそのまま肩に担いで足元の雪の中をめがけ思い切りたたきつけてやったのです。 そそんなうめき声をあげると、その男は雪のの中に半分以上もめり込んででししまったのでした。雪が柔らかだったのか思わず投げた腕に力が入っていたのか雪の中に頭から先に突っ込んだ男は出ようとしてもなかなか出られないらしく手足ばかりバタバタさせてとうとう辺り一面雪だらけにしてしまいました。 一時はカッとして思い切り投げつけてやったのですがこの終わり様を見ると少しおかしくなってしまいました照夫君も笑っていますそして「犯人はこの男だよ」「この男もスキーズをここに置いていては危ないと思って大方隠しにやってきたのだろう」犯人でなければ、 僕が富山氏のスキーズへ思っていたって飛びかかってくるわけがないからね自分から犯人を名乗ってきたようなものだなああこいつようやく起き上がって逃げ出そうとしたその男を私はまたぐいとばかりに引き戻しましたと同時にその男のポケットから富山氏のらしい立派な膨らんだ髪入れが雪の上にバタンと落ちて出ました その男の顔を見ると、それは昨日私たちが来た時に山小屋のガラス窓越しに吹雪の中を見つめていた男でした。きっとあの時から富山市の山小屋を狙っていたのに違いありません。その時、大勢のスキーヤーの姿がこの山小屋めがけて近づいてきました。町からの警察の人々のようでした。 山は上々の天気でした。私たちは。もうひと滑りしてこようと思います。